もう破月だなんて誰も被りをしないのさ、そんな時代なのさ、透かした笑いが好まれるのさ。古いねとかきついねとか痛いねとかベタだねとか、街を行き交う人々はやけどをするのを恐れ目をそらす。面白い話してたりよく似てるモノマネができたり、楽しげな仕草や表情の活かした男ならばきっともっとスマートに君のことを笑わせられただろう。だけど僕には何もない、そんな僕にできることといえばハゲヅラをかぶって、締めそのままレジに向かった。おしゃれな会話ができたり、ロマンティックなことがささやけたり、甘いマスクで君を癒やしたりなんてできない僕だから、しょうがないじゃないか。もう面白いことを考えようとしたって何も思いつけしないんだからさ。だってさ、カップもないしさ、あの才能もないしさ、なのに面白いことも思いつかない僕だったらさ、なんかまだつまらなすぎて逆に面白いとかさ、そんなんでもいいからできることを、できることをしたいじゃない。ハゲツラをかぶって、ハゲツラをかぶって、見て、二人見て、ありがとう、勇気と力を僕たちに。